八伏山正方古墳は大阪府羽曳野市駒ヶ谷にある終末期古墳。内部にある綺麗質味の横口式切閣の構造が発掘調査により明らかにされている。八伏山正方古墳は標高221メートルの八伏山から伸びる丘陵尾根の稜線上に単独で位置する。標高は135メートルである。百九十四年により、 羽び野市教育委員会によって発掘調査が行われた。調査前、すでに横口式せっかくが開口し、一部の石材が失われていた。噴球は従来直径20メートル前後の円噴ではないかと見られていた。噴球は石英安山岩の岩盤を成形し、盛り土しており、 噴球東側辺約12メートル、西側辺20メートルの大形状の平面を呈する。噴球の背後には、噴球と尾根を区画する溝が岩盤を掘り抜いて作られていた。噴球前面には、地山の成形や森土で、テラス状の平坦面が設けられていた。噴球外表は、天石や外語列石などは、当初から存在しかったようである。 せ角部内部全室部横口式識っかは西方向に開口しており、せ角部の前方に全室、沿道を付設する形態である。主な石材は石英安山岩を用いており、極めて精巧に加工された霧石で構成されている。棺が安置されたせ角部は内方が長さ約2.7メートル、幅約0.8メートル、高さ0.7メートルを測る。 この石角部は石英安山岩の基盤層の岩盤路等をくり抜いて加工、成形を行い、石殻部の奥壁、両側壁や床面を作り出している。つまり、石殻部と基盤層は連続している状況である。そして天井部分の密個体の別の石材を用いている。石殻部には漆喰の痕跡が残り内部の密閉と防水などを意図したと思われる。 前室部分は両側壁上部と天井石はすでに欠損していたが、長さ2.4メートル、幅1.2メートルを測る。南側壁の石材には L 字状に加工されているものもある。前室の床面には二条山さんと考えられる業界岩霧石が敷き詰められている。霧石はブロック状に加工されているが、大きさは一定しておらず、 一辺が3 0トルから5 0トル前後で、厚さ約1 5トルである。前室入り口には床面より一段高くなるように、脳型体を呈した赤英安山岩の切り石材が設置されている。沿道部は依存状況が悪く、南側壁面の石材が2から3メートルにわたり3個、並んで残っているが、原地を止めるの一国のみであった。 沿道部幅は1.2メートルと推定される。沿道床面には、石英安残岩の割石を両側に並べ、省力で充填し、扁平内紙で蓋をする構造の排水口が検出されている。せっかくは、すでに開口していたので棺の金具類や副装品は、ほとんど検出されず、古墳に伴う異物としては、弾き、末液線がある。 末期はその形態的特徴からアスカ藤原編年のアスカ通に属し7世紀中央前後の時期と考えられる。また古墳の築造時期もこの頃と考えられる。ありがとうございます。